おはよう。我がサッカー部のエース君、最近調子良さそうだね。うん、私がマネージャーになってもう3年目だけど、うちの顧問が誰かをあんなに褒めてるところなんて初めて見たよ。うん、最初入ってきた時はひょろっとしててちょっと頼りなさそうだなって思ってたけど、意外にタフなんだね君。うん、後輩ながら尊敬しちゃうよ。してる？とにかく週末の試合楽しみにしてるよ。あれ？これカップスターじゃん。しかも私の好きな醤油味。コクがあって香ばしいスープの味。食べたいな。そうだよね、お腹空いちゃうもんね。よ、山田。あ、先輩、お疲れ様です。これカップスターじゃん。これちょうだい。今日お昼ご飯忘れちゃったの。それは部活の後に食べるみたいよ。お昼ご飯ないな。お腹空いちゃうな。部活の後お腹空いちゃうよ。いや、怖いよ。私にくれるんだよね。私にはくれなかったのに。君はどっちを選ぶんですか？私の好きなカップスターは醤油。ずるい、私も。